今日も全力ぶっちぎりマキピロくんとリオでございます。やばいことなっとるなこれ。なってますね。お品書きどういうことですかね。この2番びっくりした。びっくりしましたね。ああ、ということでちょっといろいろ掘り下げていく。はい、まずこれや、本日1月20日はモンストの日。はい、でこのラッキーモンスター、これで交換できるのがベル2個。うん、これはめっちゃでかいので、うん、ちょっとねラッキーモンまだの人間に合うか、間に合うんだったらちょっと間に合わせた方がいいぞベル2個はちょっとでかすぎる。でかいけどね。うん、はい、来た。あ、来ましたね。来たよ、ガチャ呪術廻戦が再登場。あ、うん、まあ、前回まだやってなかったって人からしたら嬉しいかもね。まあ、そうやな、うん、また復刻は。いや嬉しいかな、うん、でもちょっといろいろ言いたいねみんなだってもうスカスカやろオーブ。そうなんだよね、オーブがないんですよ。でここでこれを売ってきたと。はあ、うん、まあ、今回ね、前回の降臨したキャラクターが初期で再登場ということで、うん、まあオーブ返しがね、そうやね、うん、5個できると。まあ、そこは、はい、OK です。ここ、はい、いいよね。はい、うん、はい、で呪術廻戦ゼロモンスターストライク映画ですね、映画劇場版と、まあ、コラボ、はい、これさ一応他アプリとコラボしてたんだけど、はあ、もうなんかいいんだね。あ、今してるの。やってる。あ、けどなんかそのアプリはなんかちょっと特殊みたいな形やで、はあ、うん、だからまあ今回は良かったんかな。うん、分からん、そういうパターンもあるよね。うん、でこれなんすか。おっこつゆたです。おっこつさん分かるけど、うん、わかるけど、なんすかこれは。後ろのリカちゃんです。わかるけど。後ろの可愛らしいのリカちゃんです。可愛くないし。はい、で、ちょっとね、詳細。はい、超暗視ダメージボールとファーストキラー。うん、こちらで、まあ、殴り火力もね、そこそこ出せるキャラクター。ああ。で、あと、状態異常レジスト。うん、これね、五条先生びっくりだわ。ああ、持ってかれたね。ひぃ、何してんねん、お前。絶対なってると思う。で、まあ、殴りも強いんやけど、友情。友情、これ一緒にしちゃまずいでしょ。これね、パワードライブとハイクロスティンガーはちょっとやばいよ。やべえよ、うん、この組み合わせは。だから、まあ、弱点だった中央に対してのそれをハイクロススティンガーで補っちゃうと。あ、だから1体で補えるからやべえよ。艦隊性能もすごい高い、うん、ただやっぱり、バランス型だから、うん、超バランス型にすると補正が入って、うん、まあ、さらに強くはなるんだけど、うん、言ってしまえばやっぱり有利属性のクエストで使うっていう形になると思うから、うんうん、まあ、だから通常クエストでゴリゴリ使えるかって言ったら、でもゴリゴリ使えるよな。使えると思うよ。そうやな、うん、使えると思うわ。貫通やし使い勝手良さそうやね。でもそうやな、まあやばいな、うん、うん、まあ、これに関してはちょっとね引くべきかどうかっていう動画また詳しく作るので、はい、そちらでね皆さんが判断してもらえたらいいかなと思います。はい、でこれがよ、これスターライトミラージュ、そこに入れちゃうの。そうだから、前回のね復刻ガチャとかじゃなくて、うん、もう別のガチャになっちゃうと。これなあ、物議を醸すよな。醸す、あれ言い方合ってる、分からん、醸し出すだから乙骨雄太を狙いに行って虎杖、他のキャラクターのキャッチができんと。そうだね、いった形になります。そうなんだよね。でこの全員マキとトゲとパンダ、はい、こちらがマジでやべえスライド方式、そう、属性アビリティ友情コンボストライクショットとは異なる、うん、3通りの進化が可能ということで、はい、ラック90を作ったら、まあ要は3つ持ってるのと、まあ、一緒みたいな感じになるよね。ラック90が3つってことだよね、うん、まあ、マルチの際はってことやけどな。あ、うん、ソロやったらさ連れてけへんやん、うんうん、だからマルチとかでは、まあ、これラック90作っとくとちょっとだいぶ有利なんじゃないかなとは思うんだけど、うん、ちょっとね性能の方がまだ分からないから、うん、まあ、それをね、見て、まあ、判断してもらうのもいいかなと思います、うんうん、で降臨キャラクターがミゲル。こんな人いた？いた。あ、いた。うん。全然覚えてない。いや、コミックは見たよね。コミックは読んだ。うん。読んだけど覚えてない。ごめんなさい。まあ、でも映画行きたいな。映画見たかった。見たかったってか、まだやっとるか。まだやっとる。行くな、時間がないんだよな。そうなんだよな。で、こちらが、1月の22日土曜日、はい、7時から、2月の2日まで、まあ、降臨、出現しますよってことですね。はい。はい、で、ゲドウすぐる。ゲドウだっけ、ゲトウだっけ。あ、どっちだったっけ。ゲトウやなかった。あ、ゲトウか。すぐるちゃん。すぐるくんや。ああ、まあ、すぐるちゃんといえば俺らの世代で言うとよ、筋肉すぐる。
知らん。筋肉マンだよ。え、筋肉マンそんな名前なの？そうだよ。知らんかった。あれスグルだよ。筋肉マンは筋肉マンと思ってた。怒られちゃうな。そうで、こいつがね、まあ長距離局で出るんだけど、うん、まあ、おそらくね、乙骨憂太が適正になるんじゃないかなってちょっと思います。そのパターンね、うん、で今回さ、乙骨憂太がスターライトミラージュで、乙骨憂太と同阿弥陀様のキャラクターがいるんです。限定キャラクターにキスキルリラ。だからキスキルリラを持ってる人は乙骨憂太狙いに行かなくても、まあ、なんとかなる可能性はあるんだけど。なるほど。まあでも骨折った強いからな。欲しくなっちゃうね。そうだよな。あれ見るとな。あれな。ただ問題はオーブだよな、みんな。そこなんだよ。うん、次行くわ。はい。でこれが1月23日の日曜日7時から降臨しますと。うん。いった形になります。はい。で今回はリクエストだけ。うん。つまりオーブが10個しか回収できない。そうっすね。そうなんすよ。これは大問題よ。これはきつくない？いつもさ、だいたい5から6、まあ30個ぐらいね、オーブ回収できたんだけど、ステージだけで、うん、それができんっていうのはかなりでかい、痛い。なあ、もう課金してくださいって感じだよね。絞り取られる。いやー、もう決算は近づいとるけどもさ、ちょっとやりすぎなんじゃない？まあ、ついていいですか？はい。で、コラボ限定グッジョブ。ああ。うん。もういいや。でツイッターキャンペーン開催。ほう、なんかもらえるの？うん、3000円のギフトコード、はあ、100名様。あ、アップルもあるじゃん、ちゃんと。うん、まあ、当たりだな。うん、当たりたい。うん、ただまあちょっとね、今回の、コラボ、はい、これについてねちょっと喋っていこうかなと思うんだけど、うん、第2弾みたいな形で、うん、今回ポンと来ました。そうね。でこういった形打たれると、うん、今後どんな第2弾が来てもおかしくない。そう、そうなんだよ。うん、これは嬉しい反面怖いよね。怖い、めっちゃ怖い。あともう一つ言えることが、今月2個コラボ来てんね。はい、銀魂呪術廻戦ゼロ、はい、復刻復刻でね。そうなんですよね。怖いよね。これはマジでやばいね。毎月コラボとか普通にあるよね。あり得る、全然あり得る。だからほんまにオーブを常にある程度、ね、残しておくっていうことも考慮していかんと、うん、大変なことになるかなと思います、うん、で近畿の5区が出現、はい、こちらが、今度からね、16の5区から20の5区、うん、これがあの2つの挑戦クエストから選択できるようになるといった形で。裏ですな。そうですね。だからまあ今までちょっと適正になくてって言ってた人がちょっとワンちゃん、うん、登れるようになると、うん、いった形になるかもしれない。はい、うん、で、ケトシーかわいい。これうん、かわいいだけじゃないんだ今回。めっちゃ好きこのイラスト。これがさ、まずカウンターキラーと底力 M と超アンチダメージウォール、はい、これで直殴りの最大火力の方が、最大で 3.9 倍、うん、結構高いよね、うん、あとカウンターキラーと友情ブースト、これで友情の最大火力の方がカウンターキラー友情ブーストを入れて 2.25 倍。おう、うん、でこいつ超絶ホーミング12持ってるから、うん、それ持ってるキャラクターちょっと出したら、はい、モツアルとか弁財天とかいるんだけど、弁財天が、ね、一番分かりやすいと思う。弁財天が、闇属性キラーとあとカウンターキラー、はあ、持ってます。でカウンターキラーと友情ブーストだから、両方乗っかると同じ数値になるから弁財天と同じぐらい火力が出せる。へえ、すごいね。だけど、うん、ケットシーはバランス型ないの。ああ、なんてや。そうだから、優位属性の場合は超バランスの補正が入る、はあ、超えてくるよね。おう、優位属性だったら。あら、だやばいとこで普通に結構かなり強い大出世だってこいつ。こにゃんこが、うん、うん、いいね。今までなちょっと倉庫で眠っとったのが。そうやね、うん、多分何も身についてない。いやこれはねやばいと思う。でストライクショットが12プラス8ターン、うん、で HP 消費の、パワーがアップ、あとダメを、磁力バリアワープ地雷の無効化ということで、これあのイネマドーセスと同じストライクショットで同じターン数なんで、うん、まあ一緒なんじゃないかなと思うんだけど、2段階目がやっぱ強いんだよな。ほう、うん、これ HP 消費に応じた倍率ちょっとねこれね細かいから
あんま出してもみんなうんうんってなっちゃうと思うから、からうん、もう出さんかったけど2段階目に関してはかなりあの火力出ます。2段階目が とにかく強いって覚えとけばいいね。そうそうそう。で1段階目はどちらかというとオールアンチ使うっていう形になると思う。なるほどね、うん。あとプラスこいつ超 SS 端子持ってる。ああいいじゃないか。そうなんだよ。だからめっちゃ優秀になったなこいつ。すごいね。うん、びっくりした。でいけるケスト、くしみ玉、カタストロフィー、読み、増長点、オリハルコン、アダマンタイト、あと近畿の動きが19、うん、うん、まあいけるケストもそこそこあるんだけど、うん、まあやっぱ最近のちょっと高難易度ってなってくるとうんふんってなるんだよね。うん、うん、まあでもおそらくこいつは多分使うんじゃないかな。でワクワクの身はやっぱ過激盛りか遊撃になってくると思います。はい、結構ね出世したなという形。おめでとう。うん、で次が、スクルド中心化ですね。はい、こちらの特徴がまず超アンチワープと、気候封じ L だったかな。なんだそれは。気候封じ L はロボット族に対してキラー効果、はあ、あと鉱物に対してキラー効果。あ、機械の木ってことかな。そういうことだと思います。はあ、うん、であとは、超アンチワープがあるから、はい、これはねワープの数に応じて攻撃力アップだから直殴りの最大火力でちょっと出しづらくて、まあちょっとこういった形でねちょっと表記させていただきました。はい、だから殴りも結構強いキャラクター、うん、ただキラーが乗ればっていうところはあるよね。うんうん、だから刺さったらやばい。うん、で友情が、ランページ反射レーザー EL、うん、これがまあカマエルをちょっと対象にね出してみましたけど、うん、まあ気候封じ L が乗っかってくるとカマエルの数値超えますよ。おただカマエルに関しては砲撃型で、まあ、超砲撃型にしてると、ね、爆発友情でも等倍で出せるっていうところあるから、うん、ちょっと比較難しいけど気候封じが乗っかればこれぐらい火力出るよっていうことだよね。うん、だ かなり、うん、キラーが刺さればむちゃくちゃ強い。おストライクショットが16プラス8の弱点露出、うん、だからこれあとさパワーフィールド持ってるからワンパンキャラクターの補助もできるんだよね。あ、なるほどね。うん、これはね結構えぐいな。お、うん、今回の受信化はだから自分も今まではもう補助だけやったのが、うん、まあ、自身も、条件整うと火力出せるといった感じになったかな。うん、でイケル主要クエストがガロン、マグメル、シャンバラ、ブルータスカイ、地獄天、金剛夜叉冥王など、近畿の動くが3、浦3、8、18、うん、になってきます。結構あるね。そうで、ガロンこれの適性最近ちょっと多いから、うん、怪しいよね。ガロンがなんか運枠になってくるみたいな、うん、可能性は高いような気する。なんかちょっと流れ的にね、うん、うん、なんかちょっとおかしいなっていう感じはする。うん、でワクワクの身は過激盛りもしくは遊撃でいいんじゃないかなと思います。はい、うん、はい。で来週のラッキーモンスター、はい、ショコで作れるラッキーモンがねちょっと限られてるんで、うん、これがおすすめってめっちゃ言いにくいんよ。うん、うん、今回に関しては本当に作れるやつ作ろうって言ったんじゃないそうね。うん、エル、シメナ、コトブキ、ブシェルノ、これがもう作れんからさ。うん、うん、だまあそうなるかなって思うよね。うん、うん、で次回のモストニュース1月の27、はい、16時からということなんですが、うん、ちょっと俺気になる点があって、うん、これ気づいた人いるのかな。モンスト公式 YouTube チャンネルの周年イベントの告知がなかったんですよ今回。あ、去年はもうこの時期告知されてた。1月の27だったら告知されてる。ほう、うん、で1月の27とかじゃなくて、はい、おそらく日曜日とかにやったはず。あ、はいはい、土曜日か、うん、でそこで周年イベントやってそこで、コラボの発表があったと、うん、いった形になるから、うん、まあ、今回、呪術廻戦ゼロのコラボが発表されたけど、うん、おそらくこれはまた別でコラボ来る気がする。そうだよね。うん、だから、限定この前ガチャ来て、うん、しかすごない？やばいってちょっとやばいってこれは銀玉来て限定のガチャアルファキャラができて、はい、呪術ゼロ、はい、からのまたコラボ来る可能性もね。だから一回挟んでコラボじゃないかな。あ、なんか、うん、2月おそらくねこうはいこれでコラボ終わりとかねそんなんないと思う。あ、多分もう一回来るなこれ。そうだろうね。うん、でかいのが来そう。周年イベントが、2月の頭にちょっとやるのかもしれない、うん、そこへ伸ばしてでそこに合わせて中旬以降、うん、もう一発でかいコラボを打たれる可能性があるから、うん、まあ、よかったらね、コラボ予想の方の動画も上げてますし、はい、まあ、見てない方はよかったら見てください。はい
はい、あとですねちょっと告知させてください、はい、私たちですねなんと公式デビューの方いたしまして、はい、運極のお供ラジオといったね、はい、ラジオの方もやらさせていただいております、はい、よければ皆さん聞いてください。ぜひぜひ聞いてください。はい、ということで、今回でねちょっとモンストニュースを振り返ったんですけど、また呪術廻戦ゼロの乙骨とかね、またそこに関して、詳しい話は、別動画の方でさせていただきたいと思いますので、はい、よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はここにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。運営さん、やりすぎ。ちょっとまずいよ。